無難な質問だけど、二人が入れ替わったらやってみたいことは何ですかの。はあ、これはね、僕ありますよ。お、のラミーになったら、な変なことじゃないですよね。え、ちょっとセクハラしていい？絶対そうだと思ったわ。いや、僕さ、ラミーのさ、おっぱい好きだから。絶対言うと思った。ラミーの、でも、おっぱい触ったラミーに怒られるから、うん、触ろうとするけど触らないで我慢する。それわざわざ入れ替わっても触らないってこと？え、そう。いや、でも、触ったらラミーに悪いな。でも、触りたいなっていう我慢を楽しむ。ド変態じゃねえか。いや、僕ラミーのね、体好きなんよな。やめてよ。いや、全部好きだけど、体も好き。なんか違う、配信のね、この前もね、ずっと僕ラミーのおっぱい大好きなんだよ。ずっと言ってんだもん。ラミーの体好きなんだよ。やめてよ、ちょっと言い方があるでしょうが。確かに、なんて言ったらよかったかな、ラミー。いや聞くんかよ、こっちに。いや、なんていうの、その、好きなスタイルとかさ。あー、確かにね。あれやろ。うんうん、いや、おかゆ先輩のね、すごいそのスタイルがすごく好きみたいな。うん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 。なるほどね。参考にする気ないじゃん。ラミーの、その、うん、おっぱいスタイルが好き。おっぱいじゃない。もう、おっぱいって言うなもん、だから。なんでラミーのおっぱいが好きなんだよ。やめなさい。もうちょっとまだ配信開始して10分しか経ってないのに、何回その言葉連呼するの、ほんとやめて。はい、もう言いません。はい、じゃあ今日ね、今日あと何十分、50分ぐらいあるけど、一回も言わない。一回も約束する。あ、そっち、もうラミーの言わない。大丈夫か、ほんとに。ラミーはさ、僕と入れ替わったら何したいの？いや、ラミーはね、歌いたい。え、歌いたいの？もうラミーはもうおかゆ先輩の何が好きかって、うん、もう歌が好きなの、声が好き。でも僕もラミーの声大好きだよ。いやだ、もうまま壊れた。これチューだよ、チュー。え、これチューなの？え、ね、もう一回やってみ。まえ、許せない。これチューなん？チューだよ。ちょっと、やってみて、やってみて。え、うーん。あ、何？マジなやつじゃん。これ以外認めないけど。まいや、壊れたロボットじゃん、それ。なんだよ、これでゆきみんさんはいつも満足しとるんやぞ。そう。ごめんね、ゆきみんさん、そうだったんだね。ゆきみんさんがかわいそうやろ。